第六次大仏大同盟。第六次大仏大同盟。第六次大仏大同盟。英語。シックスス・コーエディション。1812年から1814年。は、ナポレオン一世のフランス帝国による派遣に挑戦するため、ヨーロッパ諸国が結成した同盟である。ロシア遠征で多大な損害を被ったフランス軍は、四方から迫る連合軍に圧倒され、ついにナポレオンは、 大意に追い込まれた。第6次大仏大同盟における主要な戦いには、リュッツェンの戦い、ドレスデンの戦いが挙げられる。第6次大仏大同盟の最大の戦いである、ライプヒの戦い、諸国民の戦いして知られるは、第一次世界大戦以前では、ヨーロッパの歴史で最も大規模な戦いであった。最終的にナポレオンは、ロシアとドイツから押し返され、 彼の破滅の原因となった。ナポレオンの軍隊は再編成されたが、連合軍は1813年にはドイツからナポレオンを追い出し、1814年にはフランスに侵攻した。連合軍は残存するフランス軍を打ち負かして、パリを占領し、ナポレオンに大移の調印をさせて追放した。連合国によって、フランスの君主制が復活し、ブルボン家の継承者による、 復興王朝にフランスを支配させた。しかしこれによってナポレオン戦争が終結したわけではなかった。ナポレオンはエルバ島での監禁から逃亡し、再びフランスにて権力の座に就いた。これによって1815年に第七次大仏大同盟が結成された。1812年ナポレオンはアレクサンドル一世に大陸風鎖令を強いるために、 ロシアに侵攻した。大陸軍は65万名の兵士から構成されており、およそ半分はフランス軍で、残りは同盟国からの援軍でった1812年6月23日にネマン川を渡った。ロシアは祖国戦争を宣言した一方、ナポレオンは第二次ポーランド戦争を宣言した。ポーランドはこの侵攻軍に10万名の軍を送り、 後にロシアと交渉することを念頭に置いていた。しかし、ポーランド人の期待に反して、ナポレオンはポーランドにいかなる譲歩もしなかった。ロシア軍はボロネジの戦いまで侵略者にとって有益なあらゆる物資を破壊しながら後退した。この戦いではフランスは戦術的に勝利したが、この戦いはどちらの陣営も決定的な戦果が出せなかった。この戦いの後、 ロシア軍は撤退し、モスクワへの道は開かれた。9月14日までに、フランス軍は、モスクワを占領したが、すでにこの年は、もぬけの殻であった。アレクサンドル一世は、幸福を拒絶したため、しかし西ヨーロッパの基準ではほとんど戦争に、敗北していた、フランス軍は、食料と宿営地もほとんどない状態で、冬が近づく中モスクワを放棄して撤退した。 こうして壊滅的な撤退が開始され、この間に食料の不足のために兵士の脱走が相次ぎ、冬の厳しい寒さが増し、総司令官のミハイルク・トゥーゾフが率いるロシア軍と民兵による絶え間ない攻撃にされた。大陸軍は戦闘と冬の寒さと上によって少なくとも37万名を失い、20万名が捕虜となった。 11月までに2万7千名の兵士のみが再び、ベレジナ川を渡ることができた。ナポレオンは軍を置いて、パリに戻り、ロシアの進軍からポーランドを防衛する準備を始めた。この状況は、当初思えたほど、壊滅的な状況ではなかった。ロシア軍もまた40万名の兵士を失い、軍は使い果たされていた。しかし、ロシア軍は補給線が短いため、 フランスよりも早く軍を補充することができた。とりわけ、ナポレオンの騎兵と馬車の損害は取り替えができなかったため補充に時間が必要だった。第六次大仏大同盟は1812年のナポレオンによるロシア遠征の開始を契機としてイギリスとロシアの二国間で締結された同盟に始まる。ロシア遠征はフランス軍にとって致命的な損失を招いた。 兵員37万が死亡し、20万が捕虜となったのである。半島戦争で傷ついたナポレオンの腐敗神話はここに完全に崩れ落ち、フランスに支配されていた諸国は次々に離反していった。1813年2月27日、プロイセンはフランスとの同盟を破棄して第6次大仏大同盟に参加した。8月にはオーストリア、スウェーデン、 ライン同盟諸法もこれに参加した。ここにイギリスを中心とした大同盟が結成され、フランスに対する総攻撃が開始された。第六次大仏大同盟に参加した国家は以下の通りである。1813年、ナポレオンは20万の新兵を重宝して、ロシア遠征で壊滅した軍隊を再建した。連合軍では3月17日に、 プロイセンがフランスへ戦線を布告し、給料の奪回に乗り出した。4月28日には、ロシアの将軍クトゥーゾフが病没し、代わってビトゲンシュテインが最高司令官となった。5月2日、ライプチヒ近郊のリュッツェンで、ビトゲンシュテイン指揮下のロシア軍が、ネイ軍団を奇襲する。ナポレオンは即座に反撃しこれを破ったが、ビトゲンシュテインは、 兵力を敵はよく撤退させ、決定的勝利には至らなかった。ナポレオンはネイに兵力の半数を与えて、ロシア軍を二方面から追撃し、5月20日から21日でロシアプロイセン連合軍に勝利したが、ネイの側面攻撃の開始が遅れたため、またも連合軍の撃滅には至らなかった。しかも、フランス軍も大きな損害を受けた。6月4日、 ナポレオンへ、皇后マリール・ルイーズを嫁がせていた、オーストリアの仲介で、休戦協定が結ばれ、両軍とも兵力を再編した。1813年12月、スウェーデン軍は、ホルシュタインのデンマーク軍を攻撃した。1813年12月7日、アンダース将軍は、ボルンヘーフェトにて、デンマーク軍を破った。ミッカーデンマークの予備の軍団がゼシテットにて、 スウェーデンに対して勝利を収めた。しかし、デンマークの勝利は戦争の崇勢を変えるには至らなかった。1814年1月14日、キール条約がスウェーデンとデンマーク・ノルウェーの間で締結された。この条約によってノルウェーはスウェーデンに割譲された。しかしノルウェーはこの取り決めを拒絶し、独立を宣言し、5月17日に新たな政府を樹立した。 6月27日、スウェーデン軍はノルウェーに侵攻した。短い戦いの後、8月14日にモス条約が締結された。ノルウェーは、スウェーデンと連合を組み、憲法と法令はそれぞれ別の国家として有するが、王と外交は2国で共有することに同意した。1814年11月4日、スウェーデンイコールノルウェーが正式に設立された。 この時ノルウェーの議会が憲法を改正し、カール十三世をノルウェーの王として選出した。だがその頃スペインでもフランス軍は危機を迎えていた。ウェリントン公を率いるイギリス・ポルトガル・スペイン連合軍は各所でフランス軍を撃破し、フランス本土へと北上しつつあった。6月21日のビトリアの戦いでは、 ジョゼフハイ下の6万5千名のフランス軍は5万3千名のイギリス軍、2万7千名のポルトガル軍、19千名のスペイン軍に敗北した。ウェリントンは追撃し、サンセバスティアンからフランスを追い出した。サンセバスティアンこの時すでに略奪され、焼かれていた。連合軍は撤退するフランスを追撃し、7月の初旬にピリネーで追いついた。スールは、 フランス軍を指揮する権限が与えられ、反抗を開始し、連合国はとロンセス・バーリエスの戦いの戦いで二度敗した。しかしスールトはさらに、イギリス、ポルトガル連合軍が守っている場所を攻撃して、勢いを失い、7月28日、30日ので、連合国が勝利した後、ついに逃走した。デウェリントンが補給線を越えて、戦闘を行ったか、 最小限の軌道で、フランス軍に打撃を与えて追撃したことで戦いに、勝利した。10月7日、ウェリントンがドイツで再度退伏感情が悪化したニュースを受け取った、時、退伏同盟軍はついにビダソア側の浅瀬を渡り、フランスに入った。12月11日、法以下で、絶望的な状態であったナポレオンは、スペインと個別に、バランス条約を結ぶことに同意した。 この条約ではフェルナンド七世をスペイン王と承認する代わりに完全な休戦を急た。しかし、スペイン人はもはやナポレオンを信用する気はも頭なく、フランスでの戦闘を続行した。7月にはスウェーデンも退仏大同盟に参加した。7月29日、プラハで講和会議が開催されたが、両軍とも情報の意思はなく決裂した。 8月10日に休戦期間は終了し、8月11日、オーストリアもフランスへ宣戦線した。休戦期間中に、フランス軍は30万を集結させたが、連合軍の兵力は45万を超え、各戦線でフランス軍への攻撃を開始した。ロシア・オーストリアプロイセンスウェーデン連合軍は、トラーヒ・エンブルク・プランを採用し、ナポレオン本体との正面衝突を避け、 部下の部隊との回戦を試行する戦略を取った。北方では、ベルナドット率いるスウェーデン軍が8月23日のでベルリン攻撃に向かっていたウディの軍団に勝利。さらに、9月6日にはでウディの軍団と交代した嶺軍団を破った。東方では、ブリュッヘル率いるプロイセン軍が8月26日のでマクドナル軍団に勝利した。南方では、 率いるオーストリアロシア連合軍が、ザクセン王国の首都ドレスデンを守るサンイコールシール軍団を攻撃した。これにはナポレオンが増援に駆けつけ、8月26日から27日のドレスデンの戦いとなった。この戦いは、フランス軍が勝利したが、オーストリアロシア連合軍を追撃したバンダムは、8月29日から8月30日で逆に包囲され、 バンダム本人を含む7000が捕虜となった。こうして、フランス軍は消耗してゆき、兵力差はますます拡大していった。さらに、10月には、フランスの長年の同盟国であった、バイエルン王国までも離反した。追い込まれたナポレオンは西方へ撤退し、主力をライプツヒに集結させた。連合軍がこれに決戦を挑み、1813年10月16日から19日の、 ライプツヒの戦い、諸国民の戦いが開始された。この戦いは、ナポレオン戦争における最大の戦闘となった。19万のフランス軍に対して36万の連合軍が包囲攻撃をかけ、フランス軍は2倍の兵力差の前に圧倒された。18日には、ザクセン王国軍の一部も離反し、19日にナポレオンは撤退を余儀なくされた。 撤退の過程でポニャトフスキが戦死したほか、フランス軍は戦死4万、捕虜3万を出して敗走した。このドイツを中心とした戦役を、現在ドイツでは解放戦争と呼称している。フランス軍はドイツからの撤退を余儀なくされた。東からはロシア軍、オーストリア軍、プロイセン軍、スウェーデン軍が殺到し、南からはスペインを制圧したイギリス軍が、 ピレネー山脈を越えた。フランス軍は着実に追い込まれていった。1813年12月2日、連合軍がアムステルダムへ入場。12月21日には、シュワルツェンベルク軍がライン川を渡火。1814年1月19日には、ウルゴーニュ地方のディジョンが陥落した。ナポレオンは、マリー・ルイーズ兵と揶揄された、未熟練の若い新兵たちを率いて、 局地的な戦闘で、たびたび勝利を収めた。例えば、2月10日から14日にかけての6日間の、戦役と呼ばれる戦い、ナポレオンの戦歴の中で、最高の作戦であったと評価する見方も多い。ナポレオンは、シャンパーニュへ侵攻した10万のブリュッフヘル軍に対して、4万の兵力をもって、機動作戦を展開し、これを打ち破っている。3月9日。 イギリスの主導により、同盟諸国は、消紋条約を締結し、1791年、当時の国境の回復を条件に停戦を提案したが、ナポレオンは拒否した。しかし、対局的な劣勢は覆しようもなかった。ナポレオンは、最後の抵抗を試みたものの、圧倒的な兵力差の前に、などで敗北した。3月30日、連合軍は、 首都パリへの攻撃を開始。パリ防衛の任に当たっていたマルモンは降伏し、翌三十一日、連合軍はパリに入場した。タレーランイコールペリゴールを中心とするフランス臨時政府は停戦のためにナポレオンの退位を決議した。四月十一日、ナポレオンはついに退位、降伏条件としてフォンテーヌブロー条約が締結された。 続けて1814年5月30日にイギリスを含む列強とフランスの間でパリ条約が締結された。連合国の指導者はウィーン会議1814年9月から1815年6月が開催される前の6月にイギリスの平和式典参加した。ウィーン会議ではヨーロッパの国境が引き直された。戦役の結果、 ナポレオンは敗北して1814年5月4日に、エルバ島の少量主として追放された。ベルナドットは、フランス君主の後継者の地位を狙ったが、退仏大同盟諸国はこれを承認しなかった。最終的に、フランス上院の下決により、フランス革命以来亡命していた、ブルボン家のルイ18世が帰還して即位し、王政復古がなされた。ロシア遠征から、 フランス戦役に至る最終局面において250万人の兵員が戦争に参加し、うち200万人が死亡したとされる、ロシアだけで100万人という、スモレンスクの戦い、ボロジノの戦い、ドレスデンの戦い、ライプツヒの戦いは、ナポレオン戦争中でも特に規模の大きい戦いであった。以降、第一次世界大戦まで西欧でこれほど大規模な、 戦いが連続して行われることはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。